はい、ご覧です。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、次のイベント、近々ですね、昔のイベントがですね復刻して、さらにパワーアップしてくるというリーク情報があったんで、今日はですねそれについて話していきたいなと思います。プニプニもですね、まあ、10年ぐらいになる歴史の長いゲームなんで、まあ、過去にはいろんなイベントがありました。そして消えていったイベントもたくさんありました。まあ、これはですね、まあ、致し方ないところもあるんですよ。妖怪ウォッチプニプニというねアプリ自体が最初はですねそんなにね課金要素がなかった。そもそもですねプニプニってそんなに収益を上げなくてもいいアプリだったんですよ。妖怪ウォッチはねもうそのリリースされた当時は大人気で、妖怪ウォッチというねエコシステム全体で利益を上げればですねプニプニは儲からなくてもいいんです。もともと販売促進のね宣伝用のアプリ、妖怪ウォッチというゲームを皆さんに親しんでもらいたいという目的でねできたアプリなんで、だったんですけども、まあいろいろ長年経つうちに状況が変わってきました。まあ、妖怪ウォッチのね、まあ、テレビアニメも終わったり、ゲーム自体も最近はリリースされなくなったりということで、まあ、状況が変わってきて、まあ、ある時ちょっと課金要素がねこう増してきたという状況もあってのイベントなので、まあ、ちょっとね今日はそのあたりも踏まえて話していきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですねぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。あのイベント、そうなんです、あのイベントってなんだよ。人によってはあれあれあれ、まあ、たくさんね思い当たるところあるかと思います。やっぱり長年経つと思い出いっぱいあるからね。アップデート予告、うふふ、とっておきのネタバレ聞きたいリーナということで、アプリの中ですでに予告が来ています。近いうちに新しいシステムが登場する予定だよ。妖怪ウォッチシリーズに出てくるあのシステムだよ。まあここについてはね先日話しました。またここからです。あのイベントがパワーアップして帰ってくるかもということで、匂わせ来ましたよ。ということで、そのあのイベントは何なんだよということについて今日は話していきたいなと思います。イベント形式、まあ、プニプニもね10年あるんでイベント形式たくさんあります。ちょっとね主なものだけ抜粋してみました。おはじき、気まぐれゲート、武道会、マップ、お宝集め、プニットショット、まあこのあたりはね現役のメインローテーションに入っているイベントです。武道会、バトロワ、まあ最近ないけど、まあ一応まだローテーションに入ってるのかな。妖腕グランプリ、もうしばらくありません。ヨーチューバーミックスイベント、高難易度マップ、争奪戦、 Y メタル制作、期間限定マップなど、まあ、まだまだね鬼時間だったりね宝船イベントだったり他にもいろいろありますけども、まあ、まずはねメインどころちょっとチェックしていきましょうか。あのイベントって一体なんだよ。妖腕グランプリ、そうなんです、鳴り物入りで始まった割にはなんか全然開催されない謎のイベントなんですけども、2022年の7月15日イベント、ニャーサー王物語魔女の騎士でありました。今回のイベントは新たなイベントタイプ、妖腕グランプリ、カーレースでライバルたちを追い抜いて1位を目指そうということで、久々の新イベントということで盛り上がってではいたんですけども、なぜか開催されないというねどうしたということで、まあ1位を目指して妖腕カーを操作してゴール優勝ということでありましたよ。このイベントはですね課金要素、燃料タンクとなんか元気ドリンクみたいなね感じですけども、で普通にレースで、まあ、10燃料フルパワーで6倍、50燃料フレンドのお助けで初回5燃料ということで、まあおはじきの派生タイプっていう感じかな。でですね、この
車をこう指で操作して3レーンをねこう動かしてなんか車避けたりしながら行くわけなんですけども、まあはっきり言っちゃうとちょっとひどいよね。今のこの令和の時代のレースゲームでこれはねえだろっていうね正直昭和の時代でもこれはねえだろっていうね、この二次元のこの荒っぽい感じでね、しかもこの3レーンしかなくてそこをこう指でねフリックするフリックゲーみたいな感じなんで、もう少しなんかレースっぽい盛り上がる感じにできなかったものなのかなっていう気がする。もう今の時代はなんか 3D バリバリいろいろあるじゃないですか、マリオカートでもね。だからもう少しなんとかできないのっていう。フリック操作でレーンを移動しながら1位を目指そう、順位に応じてレースポイントがもらえるよう、たくさん集めて大会のクリアを目指そうと。種族ボーナスのある妖怪を編成しよう、スタート時のギアチェンジが上がるよ、ギアゲージの数字が増えるとスピードアップするよ。まあここはまあいいとしてもですね、やっぱプニーらしさがちょっとないよね。おはじきにしてもプニットショットにしてもやっぱプニプニこう動くね、動きあのプニッとした動き、あれが可愛くていいんですけども、それがちょっとねない、硬いんだよ。ギア玉などを取ってスピードを上げよう、逆に障害物にぶつかるとスピードが落ちちゃうよ。このマップもちょっと理不尽なとこがあってねどうなのっていうね。イベントスタイル的にはですね、おはじきプニットショットに非常に近いこの桜カップね、弱い方のレースではレベル1から50まであって HP がだんだん増えていくと。そして強い方の敵、大妖魔カップね、時々出るんですけども、レベル1から10まであって、まあ、だんだんね、このポイントが増えていくということで、おはじきじゃねえか、だったらおはじきで行くねという結論にね、おそらくなったんじゃないかなと思います。だからもう、ひとひねり欲しいね。だからここに関しては、だからパワーアップして帰ってくる要素はたくさんあるんじゃないかなと思います。あのイベントって争奪戦か？これはですね、予想している人多いんじゃないでしょうか。争奪戦はチームに分かれて集めたお宝の数を競い合うイベント。対戦は数回、4回から5回に分けて行われる。対戦が終わるごとにチームは解散となり、次の対戦が始まるときにチームを選び直すことができるということで、まあだいたい3チームに分かれて赤、青、黄色でねお宝争奪戦始まります。まあ争奪するものはねイベントごとに変わったりします。チームごとにマップが異なり、多少出現妖怪の種類が違いますが、イベント限定で登場している新妖怪はどのマップでも入手可能となっています。だからさ、マップ分ける意味なくねっていうねツッコミも確かにあります。ただこのイベント重要な要素であり問題なのがですね、タバコ足。そうなんです、イベントマップのステージをプレイしているとお宝が入ったポイント玉がパズルエリアに降ってくる。サイズ5以上のデカプニをポイント玉のそばで消すと、かもしくはね必殺技で破壊すると、まあ、ポイントがゲットできる。まあこれが後の Y ポイントとなってくるわけなんですけども、まあ僕は結構これ好きなんですよ。まあ、マップ周回でね毎回決まった Y ポイントゲットするよりは、まあ、この玉の降ってくる大きさだったり数によって獲得 Y ポイントが変動した方が、まあ、ゲーム要素もあっていいのかなと思うんだけど、まあ、なぜか終わってしまった、まあ、いろんな事情があるんでしょうね。ブンドルステージ、各回の最終日にブンドルステージが登場する。ブンドルステージの基本的なルールは通常の横取りステージと同じ。奪ってきたお宝の数をルーレットで当たった倍率分増やすことができる。チームのランキングが激しく入れ替わるので下位のチームは逆転のチャンス。まあこれもね不思議なとこなんだけど、なぜかこの各チーム接戦で最後のこの分取りで順位が大きく入れ替わるんですよ。普通に考えればさこのどれか1個のチームにね人気が集まったりするんで、こう圧倒的に勝ってもいいと思うんだけど、なぜか接戦っていうね、おいこれイカ様なんじゃないのっていうような話もありました。そう本当かどうかは分かりません。3日
クススタイル、なんだよこれ。これはですね、本当に人気があったイベントなんだけど、なぜか最近は開催されていません。YouTube ライブ2020年の11月、人気動画クリエイターとのコラボ記念、4つの新ミニゲームが登場。今回のイベントではコラボにちなんだ新ミニゲームが4つも登場しているよ。パズルをクリアすると確率で始まる YouTube ライブ内でミニゲームに挑戦しよう。ライブ内で再生数をたくさん稼いで豪華報酬をゲットしようということでありました。このイベントはですね、実は YouTube のね、このウームとのコラボイベント以外にも開催されています。ただ最近はないんだよね。ミニゲームは4種類。ニャントスコーラでウィスパーを打ち上げてみた。超絶デカプニを傘で飛ばせるか、プニットショットね、やってみた。超長いコースを正確に弾けるか、まあおはじきありました。問題をクリアできるかやってみた。超ちっちゃいパズルのこのプニプニあって、まあこれはこれで面白かったんですけども、特殊能力、特攻アスクアタックのボーナス方式、プニ自体の強さアップではなく再生回数に加算されます。また謎の特攻と。スタミナムは何本、課金要素はですね、スタミナです。これを使ってゲームをやっていく。勝負ライブ、まあこれが良かったのか悪かったのかってのはあるんだけど、一発ですねハイスコアをねバーンと出しちゃうと、一気にこのレベル10までとかねクリアすることができる。まあだからこれがちょっと課金要素に薄いということで最近開催されなくなったんじゃねえかという気がする。だからもしこのイベントが復刻するならば、この課金周りがパワーアップして、パワーアップっていうのかな、来るんじゃないかなと思います。でこのバズりを使おうっていうね面白い要素もありました。でミニゲームニャントスコーラね、なんかタイミングを合わせてこのコーラの中にメントス入れるんですけども、このロボニャンの動きがむちゃむちゃ理不尽、特にアンドロイドの場合はですねほぼ不可能、入れようとするとグッと動いたりするということでまあゲームなのでありなのか、もう少しスムーズに動かせよう。超長いおはじきチャレンジこれもねもう先見えないんで無理です、正直ね。超ちっちゃいプニチャレンジ、これもねタブレットでやっている人はいいんですけども、スマホ無理ですプニつまめねえぜ。しかもすっごい理不尽なねお題がね出てきたりするわけですまあこれもゲームだと思えばいいけどね。まあただね、この YouTube ライブイベントに関してはウームがさウームがちょっといろいろ擦ったもんだあってねということなんで、まあどうなのかな、多分おそらくこれ権利をね半分ウームが持ってんだよね。なのでなかなか他のイベントではね許可が下りなくてやれないんじゃないかなっていうね気がします。 Y メタル制作、もうこのイベントに関しては覚えている人の方が少ないぐらいのイベントじゃないかなと思います。激闘プニプニ VS カチカチ発見プニクローニ、2019年5月にありました。敵がドロップする Y メタルや Y メタル R を使ってアイテムを作り、指定された数のアイテムを完成させるとコンプリート報酬がもらえるよということで、このイベントはね課金がね不要に近い感じだったんだよね。課金要素がねこのアイテムを作る時間をね時短短くするっていう要素の課金なんだけど、正直それなくてもいけちゃったんで、だからプレイヤーとしてはすごく嬉しかったんだけど、運営としてはさ非常に困るということで、ここももしねもうこれのイベントに関しては多分次開催はないかなと思ってます。まあ課金周りをねパワーアップして仮に開催したとしても面白みが微妙なんだよねなので多分これはねないかなと思ってます。わかんないけどね。さあ皆様ですね、
次のイベント、復刻する新イベントはね、何だと思いますでしょうか。そしてどんなイベントがね、来てほしいと思いますでしょうか。コメント欄で教えていただけたら面白いかなと思います。